皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もファークライ6遊んでいきましょう。さあ前回に続いてメインミッションの帳簿の生産、これを攻略中です。で今回ね、ビラフリアホテル、その金庫を調べに行きます。そこに本があると。今ですね、ここにおります。この辺りでこう行く。車で行く？せっかくだから。よし、出発。こっからこう行くぞ。道を作るぞ。ほらゲリラ道。危ない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 。止まってね。箱あった。ここのこの辺り、これね。でこれはストーリーミッション、モンタナからの荷物。これもディミトリか、ドバシリー。アメリカ製の武器か。リベルタードに欲しいな。ちょっと調べてみよう。不安、アメリカ製武器の輸送情報が手に入った。興味あるか？興味？今教会にいるが、興奮しすぎて行っちまいそうだ。見つけたら教えてくれ。ドン引きだな。でも分かった。さて、多分ここかな。これもそうね。ちょっとガン攻めしよう。せっかくだから戦闘を楽しみたい。ステルスはもう十分やったんじゃん。これまでに。行くぞー、投石だ。いや、このショットが強いな。こっから、あ、待ってね、動物いたな。これ解放しよう。行くがいい。で高みから見物する。そっちに一人、あそこら辺かな。このスマホがすげえんだ。敵が映った瞬間にマークしてくれます。待ってね、何かあったな。ドキュメントね、これかな。読む。これは日誌。あいつが息をしてる限りそれは確かだ。金庫は根の半分沈んだレストランに移動させておこう。金庫はレストランか。半分沈んだレストラン、ちょ待ってね。ここら辺いるな。どこだ？そっち。あとね、後ろにいるな。どこ？あ、ちっちゃの。どこだ？こいつか。と、背後ね。半分沈んだレストラン。くそ、うちのちいちゃんがやったのは貴様か。よし。怖い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 。あ、これは黒ひょうかな。ちょっとかわいそうだけど肉は欲しい。じゃがね、横田さんで、これで本当に半分沈んでんだ。半分沈んだレストランと思ったけど本当に沈んでおります。本作ね、結構バグが、まあ、本当に細かいバグがあるんだけど、自分のさ、フォロワーさんのルジルさん、なんかパラシュートを背負ったまんまダッシュしてて、あれ面白かったな。絵面がすごかった。パラシュートが閉じてなくてさ、そのままこうパーって走ってて、ものすごい風圧受けながら爆走してて、あれ笑っちゃったな。ここのね、ちょい、ワニかなんかいる。こう言ってこうだろう。ほら、あ、待て待て待て、ゲーマーわかるんだよと思ったら息が続かない。あれ、え、違うの。あ、そっか、落ちね。危なかった、くたばるとこだった。これだろう、本。よし、完了だ。ベンベ、黒い本。本を手に入れた。なんだろうね。さすがだ、ロハス。クララに信頼されるわけだ。チンピラの才能がある。俺をそんな風に見てるのか。違うとでも。あんたに証明する気はない。今どこだ。ホテルの北側の橋を渡ったところだ。
で、これはドキュメントを警告と鍵だ。さらにこれね、滑らかな筆跡のメモ。ディミトリとバシリへ、風の噂でお前らがいろいろ頑張ってると聞いた。俺に黙って仕事の幅を広げようとしてるとか。ベンベで、最後にベンちゃん。こっからそっちね、ベンゾーさんと会いに行く。よし、ここね。何イロハスか。港の確保に感謝するよ。本が目当てじゃないのか。どっちも求めちゃダメだってのか。ビラフリアホテルこそが今回の目的だ。密輸するには南で一番の港だからな。ライバルを始末したかっただけか。ロシア人は十分稼いだ。奴らから金を受け取った役人の一覧も手に入ったことだし、その金もこっちに流れてくるって寸法よ。今回の仕事は終わったが、パオロの借りはこれだけじゃ返せない。お前にはまだ手伝ってもらうぞ、ロハス。喜べ、このご時世に仕事があるんだぞ。さあ、一旦クリアね。こいつもなかなか食えん男だな。で、さらに、さらにか、ガチな仕事を。この楽園から逃げ出したいって客がいてな。その手助けがお前の仕事だ。トラックを置いといた。客を乗せて鳩場まで運んでくれ。そこで船が待ってる。鳩場は警備されてるから、戦闘にならないように通るのは少々大変かもな。そこでラファエル・メレロの力を借りる。うちのお得意で偽造屋をやってる。あいつに書類を偽造してもらおう。無事にやり遂げてくれたら、パオロの借金は今度こそチャラ。全員ハッピーって寸法だ。これ行こうか。貴重な積み荷、運び屋系のミッションね。ボートの時間に遅れるなよ。これが遠いんだな。こっからずっと行って、この辺り本作。そうね、敵もうちょい強くてもいいかな。ステルスしなきゃ勝てんぞっていう、そんぐらいでもいいと思う。じゃないとね、無双できちゃうから。パオロ、例のベンベと話した。ヘビ野郎はなんて。汚れ仕事をもう一つやれば、今度こそあんたを解放してやるって。タリアとヤラを出るためとはいえ、ここまで大きな借りになると。ダニ、危険に巻き込んですまない。この恩は忘れない。感謝は無事に終わった後にしろ。ベンベ、行く先々でトラブルに遭うのはどうしてだ。考えても時間が無駄だ。時は金なり。臨機応変に対応しろ。それも大急ぎでな。ラファエルは必ずどこかにいる。ここ待ってね。めっちゃいるぞ。ビーチョ、何の用だ。何でもない。いや、待って。何でもなくはない。本当に、キャンプに戻ってこいよ。いいこと思いついたんだ。左、それか。スナイパーがいる。あ、よし。と、そこに一人、さらに右かな、この辺り。上かな。今度こそやってやる。こいつか。よし。おやすみ。これで何？解放ね。はい。ね、はい。6人。ありがとう。最高。他にもまだ捕虜が。助けてやってくれ。ちょ待ってね。ハーコハル。と、ここね。もうこれ君たちほら、仲間同士で助け合いなさい。解放し合いなさい。指示待ち人間か。あと、この上かな。で、これはヤーラ歴史学会。ここの上ですね。多分火薬だわ。取っとく。
これね。よし。で、こっから、うんちゃんだ。ラファエル。はい。6人。6人連れてく？船だったっけ？おい、こっちに来い。助かった。ベンベンに言われてきたのか？そう。あんたがラファエル？書類は近くのトラックの中だ。ベンベンの客もそこにいる。急いだ方がいい。あんたは？俺はスタジオに戻る。制作途中だったんでね。ベンベ、あんたのクライアントとラファエルの書類を確保した。よし。あとは大事な貨物を港まで運んでくれ。ああ、わかった。ちっちゃの、邪魔すんな。これで、貨物。そこで。いや、これは、嫌な予感しかしないぞ。多分戦車とか。めちゃくちゃ厳重だもん。これね。で、これ、レースね。後ろは大丈夫か？大丈夫よ。書類を。おいおい、クリスマスツリー？ここで育つのか？メキシコへ売れば大金になる。マリアの新しい顔の資金ってわけさ。いいぞ、通れ。ベンベのやついるかな？さあ、ここは敵地だ。帰れるかな、無事に。よし。いい仕事だ、ロハス。助かった連中もきっと感謝してる。ああ、失礼。あんたらはここじゃない。あいつらは出ないのか。キーヒってもんさ。どういう意味だ。商売は俺に任せろ。お前は自分の得意分野に専念したらどうだ。好きに出国しろとパオロに伝えろ。神の恵みを。パオロ、朗報だ。ベンベはもう気にしなくていい。とんでもない借金だったな。ありがとう、ダニー。このことはタリアに言わないでくれ。あいつはベンベを憎んでる。それに感謝はしてるが、俺たちはやっぱり島を出ていく。よしと、さらにミッションクリアね。経費、多分人身売買とメモ、文字の連れたメモ。こっちは？これはパーティーのチラシ。ダンザ洞窟。でですね。次のミッション。これかな？パイプ爆弾。で、もしくは鎖を断ち切れ。マップ的にどっちかな？近いの。これと、鎖を断ち切れ。どこだろう？ここら辺？パイプ爆弾。これらか。この上の方。となったらそうね。パイプ爆弾。これ行こうか。まず、帰ります。パオロはどうした？お前が代わりか？来たか！B 長。知っての通り、俺は超凄腕のラジオ DJ。 いや、ごめん、嘘だ。でも、ダニーのゲリラっぷりに感銘を受けたのは本当だぜ。俺の夢は、このセクシーボイスとマキシマス・マタンザスの音楽、そしてリベルタードのメッセージを電波に乗せることだ。名付けて、ラジオ・リベルタード。まずは、マリア・マルゲサの看板にロゴをスプレーしてラジオを宣伝してくれ。これはスプレー式の塗料とフライヤーを手早く巻くために作った爆弾だ。じゃ、カウンタープロパガンダと行こうぜ。ゾクゾクするな。君はどうだ？下の方は？あ、俺だけか。うん、いいさ。で、これはミッションのパイプ爆弾。
ゲリラマーケティングを行う。マリア・マルケサの看板に俺たちのロゴを書き、ゴミ箱にはビラを詰めた自家製爆弾を仕掛けてくれ。よっしゃ、これこか。早くタリアとパオロに見せたいぜ。あとですね、このマリアさん、これはボスかな、マリア・マルケサで、これってのは文化大臣やら上流階級の体現者、プロパガンダ検閲メロドラマの女王なんで、おそらくはこの国の音楽文化、そういったものも仕切ってるはず。で、ここに行く。セグンダ。これも、ドロップかな。そう、ここにね、対空砲があるんだ。いや、直で、いや、行けないか。すいません。ドロップかな。さて、この辺り。B 長、セグンダに着いた。やっとかよ。バナナ食いすぎた後の俺のうんこより時間かかったな。言ってくれるな、 B 長。じゃあグズグズするな。ロゴをスプレーして爆弾を仕掛けて噂を広めるんだ。ラジオリベルタードが始まるぞってな。さあ早くしろ。ここからどこに行く。待ってね、56、この周辺。プロパガンダ塗りつぶす。何あれとか。いや、あれはただのチラシ。いや、なんかそれっぽいな。若干パリってる、光ってる。これ結構あるぞ。6個3個、合計9個。これで片っ端から回って塗っていく。移動系ミッションですね。まあやっていこう。これでこうかな。汚す、うん、いい感じだ適当あとね、これか。こういう仕事向いてるかも。エリアで言うとどこら辺、これエリアで言うとこの一帯かな。まるまるこの辺。ちょっと探すか。ヒントくれ。で、さらに敵もいる。そっちね。さらにチラシ爆弾を置くのにぴったりだな。公共の場に爆弾、問題なんて起きるわけない。チラシ爆弾。あとね、ここかな。ここにいるんだ。んで、多分ここら辺ね。爆弾どれかな。これか。ゴミを捨ててるだけだ。チラシ爆弾。爆弾設置。これなかなかにやべえんじゃない。マジかよ。よし。どうなったの？見てなかった。あんまりね、効果なさそうに見えるんだけど。あとね、看板なんだな。これがどこにあるのか。残り4つだ。ちょっと探します。看板ね。あ、これかな。そこの上ね。あれ、フックかな。いや、どういく。ジップライン、つまりここからか。こういって、これちょっと酔うよね、この視点。んで、こうだ。よし、いい感じだ。さて、半分だ。残り3つ。B 長、どっかな。今のところ順調だ。いいロゴだな。ありがとう。縁のとこは綺麗にしといたよ。任せとけ。こう
手首を柔らかくして滑らかに塗るんだ。あ、そうした。分かってる。さすがだり。ほい。手首のスナップが味噌だ。あとね、武器箱。この中にある。何か勝手にぶっ飛んだ。自分のせいじゃないです。ここの中。これね。いいね。ラ・ワナチャ・ロケランね。とメモ、DJ ブリスのライブ。さあ、残りの看板、2個。どっかな。最後の1個がなかなか見つかんないパターンじゃない？あ、そこあった。よし。おお、いいじゃんか。あと1枚。ラス1、どこだ？このダニ役の声優さん、個人的に結構好きですね。なんていうかな、軽くないイケボっていうの。あれ、これは兵士。くたばれカスティロ。そう。あ、これかな。この正面、意外と気がつかなかった。ここね。よし。上出来じゃないか。オッケー、やったよ。 B 長、終わった。いやいやいや、まだだ。覚悟はいいか。次のまだか。で、次はクレーン。今マリアは垂れ幕をお披露目しようとしてる。テレビの生放送でだ。その垂れ幕を俺たちのものにすり替える。君が。ああ、俺が。ちょっと待って、ヘリ来た。最高のチームだ。これはメンデーゾを落とす。で、これはさっきのロケットランチャー、ラ・ワナチャー。こんなやつ。どうなんだろう、実用性はいいのか。こういう好きなガンスリンガーとプレスアドバンテージ。ぶっちゃけ微妙かな。やっぱ今んとこね。これか。軽機関銃。これが有能すぎる。ほら、これだもん。一瞬だもん。よし。で、もうちょいで13だ。なったなった。すまねえ。さて、登るぜ。どこだ？この上ね。邪魔すんだよ。ここら辺にちょこっといんな。よし。これで、こうだ。そう、このプレステ5版ね。FOV 調整できたら、だいぶ嬉しいんだけど、やっぱそこまではできないか。家庭用機は。こっから、ちょっと待ってね。こっからさらにこうか。無許可の動画または写真撮影は犯罪行為です。こうね。よし。で、これをどうすんの？垂れ幕。よしよし。こうか。これを取っ換えるんだ。よーし。ただ自分じゃ見えねえ。俺の罪状に公共物破損が加わったよ。大物らしく箔がついていいじゃないか。町の外の救援所で待ってる。早く来てくれ。ちょ、待ってね。垂れ幕せっかくだから見よっか。どんなやつ。いや、これからか。よし。あ、これ危ない。
左から敵、これやっとこうかな。よしと、これで垂れ幕が見えるぞ。どんなもんか。見ろ、始まるぞ。次は特別な発表です。皆さん、我が国へようこそ。始める前に何か質問は？マルケサ大臣、例の件について。ディエゴ・カスティロがあなたのご子息だという噂にコメントは？ないわ。ディエゴ・カスティロは全ヤーラ国民の息子、そして真のヤーラ人のまさに鏡です。それでは今日この喜ばしい日にアントン・カスティロ真のヤーラ人文化センターの設立について発表いたします。バヘラ・イメリエメンテ、まさにこれが私たちが戦っている文化的汚染というものなのです。ああ、携帯電話とカメラはお預かりいたします。ヤーラ中の人があれを見たんだ。信じられるか、ダニー。これやることがたくさんあるぞ。興奮で爆発しそうだ。よしと、さあこれでクリア。ダニー、夢が叶うぞ。フラッシュオリバルタードの始まりだ。放送できたのか？いや、でもあと少しなんだ。牧場まで来てくれよ。なぜだ？そこに俺がいるからさ。他に理由が。さて、これは次のミッション、ラジオリベルタード。これね、革命ミッションのランク11。じゃあそうですね、今回は時間の切れがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、で、次回ですね、このメインミッションから、ラジオリベルタードをこれから攻略していきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、ツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回、ファークレイ6でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。